知り合いの塾の先生にあるネット記事を紹介していただいて、子供の時に自宅に紙の本が何冊あったかが一生を左右する大規模調査みたいな記事なんですよね。そこに書かれてあった内容を一言で言うと、本に囲まれて育った中卒と本がなかった大卒が同じ学力だっていう事実がアメリカの大学の調査によって明らかになったっていうような内容なんですよ。日本でもよく言われてるかなと思うんですけど、本がほぼない家庭で育った場合、読み書きや計算の能力が平均より低い。自宅にあった本の数とテストの結果は比例して、テストが平均的な点数になるのは自宅に80冊ほどあった場合だった、みたいなことがこう書かれてあるわけですよ。この話で結構重要なことは、本を読むことで、数学の基礎知識だとか、IT スキルっていう能力も、本を読まない子より、大人になった時に高いっていうことが分かった。結構衝撃ですよ。確かに本を読めば頭が良くなるっていうわけでもないんですけど、やっぱり僕は本を読んでほしいなって思います。確かに本を読めっていうのは時代に逆行してる気はするんですよ。コスパ悪いっすよね。あんな時間かけて、1時間も2時間も本に集中するって。で、しかもこう、読んだ本の内容って大体1週間後には忘れてたりはするんですよ。時代は AI、時代は動画、時代はわかりやすさ、活字なんて古いっしょ。時代はタイパ、タイムパフォーマンス、本をタブレットで読む、電子書籍。なんですけども、やっぱりこう、子供たちに本を読んでほしいなと思ったら、そこにただただ漠然と本が置いてあるっていう状況ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。雨が降って外にも出れない、暇だ、ゴロゴロ、うおー、何していいかわかんない、つって目に入った本を手に取ってみる、目次を見る、パラパラめくってみる、はい、興味なーい。で、次の本をまた取ってみる、パラパラ、興味なーい。でもいいんですよ。で、また次の本を取ってみる。お、なんかこれは読めそうだ、みたいな感じでもいいと。で、実物の本があると何が違うかっていうと、背伸びして読書するってあるじゃないですか。今の自分にとっては難しすぎるみたいな本。で、それが5年後、10年後、時間経ってみて、ふとその本が気になる。語彙力とか知識とかが上がってるから、その本を読めるようになってるみたいなこともあるんですよね。やっぱり本に囲まれてるっていうのは勉強にとってめちゃくちゃ大事な要素の一つなんじゃないかなって思います。